セック・ヘンリーはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手であるロサンゼルス生まれリンウッド高校を卒業後2005から2006シーズンはノースカロライナ州にあるパターソンスクールでクリス・チェーニーの下でプレーしたアネルビー、ワシントン大学サンディエゴ州立大学 USC からも高校卒業時に リクルーティングを受けていた。ネブラスカ大学では1年時の2006-2007シーズン開幕から16試合のうち15試合で先発出場するなど18試合で先発全試合に出場平均5.8得点2.0リバウンド1.7アシストを挙げた。2年時の2007から2008シーズンは19試合の先発を含む 全33試合に出場し、平均5.9得点、3.5リバウンド、1.5アシストを上げた。3年時の2008から2009シーズンは、29試合の先発を含む31試合に出場し、チーム3位の平均8.0得点、3.4リバウンドを上げた。シュート成功率は、自己ベストの44.2%、 3ポイントシュート成功率は34.2%であった。シーズン64アシストはチーム2位、29スティールはチーム5位であった。4年時の2009から2010シーズンはチーム5位の平均7.5得点、自己最高の91アシストを上げた。また3ポイントシュートを37.2%成功させた。本名のセケトーレとは、 偉大なる医者という意味と答えている。父のラスマイケルは、ジャマイカ・キングストーン生まれのレゲエ歌手である。2011年3月11日に起きた、東北地方太平洋沖地震後、家族から心配されたことにより、一時帰国をした。試合前アパートを出る前、コービー・ブライアントのグレートネスパーサナファイドのビデオを、YouTube で見て、指揮を鼓舞している。ありがとうございます。